峰山駅は京都府京丹後市峰山町にあるウィラートレインズ宮津線の駅である。駅番号は T19 宮豊線の愛称区間に含まれている。2014年に京丹後市の駅の愛称選定委員会で公募を経て決定した愛称は羽衣天女の里駅。短式、島式の複合型に面3線のホームを持ち、列車交換が可能な京城駅である。 自動券売機設置。1番乗り場が単式ホーム、2.3番乗り場が島式ホームである。駅舎は単語地理面発祥の地にちなんで、旗折り機をモチーフとしたものとなっている。窓口では後券の入場券、乗車券、自由席特急券を購入することが可能。窓口に常備されていない切符類は補充券を発行する。単鉄線内に十五駅ある。 有人駅の一つであるが簡易宅駅であり、早朝と夜間は無人となる。無人時間帯は一番乗り場側面の新商社用出入り口が常時開放される。2011年3月に2.3番乗り場側に新商社用スロープが完成した。事前予約が必要で駅営業時間に利用できる。かつては第三セクターの駅としては珍しく、 キオスクが設置されていたが、2015年3月19日をもって閉店、撤去された。上記の路線名は旅客案内上の名称で記載している。3番乗り場を使って列車の退避や折り返しが可能であるが、定期列車ではそのような運用がなく、3番乗り場へ入線するのは線路保守を兼ねたごく一部の上り普通列車のみである。 京丹後市役所2006年8月には、行政や地元経済界などからの要望を受け、日本レンタカー峰山営業所がオープンしたものの、2009年8月に撤退した。あとの2011年12月、ニコニコレンタカー京丹後峰山店がオープンした。峰山は、丹後チリめの発祥の地として知られる。また、元南海ホークスの野村克也保守が在籍していた。 峰山高校があることでも知られている。1日の平均乗車人員は以下の通りである。利用者はかなり多く、京都単語鉄道の単独駅では3位。ありがとうございます。